俺の名前は吉永雄大、大手食品会社の営業部で働いている。コミュニケーションが得意ではない俺は、営業という花形部署にいながら事務要員として使われているが、不満はなかった。憧れの部長大沢キミカがいたからだ。入社当時に彼女を紹介されて、俺は大沢部長の補佐として仕事を頑張ろうと思えた。だが俺があまりにも使えない社員だからか、年々と部長の態度は冷たくなっていく。それでも少しでも役に立てればいいと自分を納得させていたのに、まさかあの事故が俺の人生を大きく変えるとは。本当は結婚したかったの。絞り出すような彼女の言葉に驚いて、俺は目を見開いた。吉永、三菱商事との取引をまとめた書類もう出来上がってるんだろ。ああ、共有フォルダに入れておいたから、あとは直接部長に送って報告するだけだ。なったらそれ俺がやっておいてやるよ。これから部長と三井物産に営業をかける件で打ち合わせに入るから。そう。なんだよ、また部長に返事もされないで終わったら気分悪いだろ。ありがとう。口笛を吹きながらミーティングルームに入っていく同僚の柴崎を羨ましく思った。営業部にいながら俺が部長と営業チームを組んで仕事をしたのは何年も前の話だ。もともと営業部の補佐として事務処理の仕事をメインに人事異動となった俺は、部長のアシストについていた。だが優しく感じていた部長の態度はいつしかガラリと変わり、話をするどころか目も合わせてくれなくなった。書類作成の報告を入れる際も彼女はうなずくだけだ。他の人とは普通にコミュニケーションをとっているのを見たことがあったため、俺は何か彼女に嫌われることをきっとしてしまったのだ。それからは柴崎が俺と部長の間に入って報告を肩代わりしてくれていた。部長とのコミュニケーションは皆無になったものの、無視されてでも彼女との関わりがなくなったことを俺は寂しく思っていた。部長は誰もが振り向くような美人だ。大きくパッチリとした二重の目にすっと通った鼻筋、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花というが、彼女は百合のような清らかさがあった。俺の前では笑うことも少ないため冷たい印象も受けるが、その分彼女が微笑んだ時の破壊力は大きい。入社してすぐの人事異動で部長を見た時は、あまりの綺麗さに驚いてしまったほどだ。優しく微笑んでくれた彼女の顔を俺は生涯忘れることはないだろう。嫌われていたとしても部長の役に立てるのなら仕事はやりがいがある。俺は彼女の態度が冷たくなってからも仕事に邁進していた。そんなある日、俺は部長の机に置かれた一枚の書類に目がいった。自分がまとめた書類だからすぐに気づけたのもあるだろう。その日は前々から取引を進めていた三菱商事との商談を部長は予定していた。ホワイトボードを見れば大沢の欄は外出中となっており、すでに営業先に出かけている。俺は営業に出た経験は数回しかないが、書類一枚でも忘れれば取引は失敗する可能性が高くなることを知っていた。会社の信用問題に関わると異動当時に口を酸っぱくして注意されていたからだ。社内でも営業成績はトップで、やり手と言われる部長がミスをするわけはないが、万が一ということもある。俺は書類を手にすると自身のホワイトボードの欄を外出中に切り替えた。部長はどこにいても目立つ人だ。美人だから花があって目につきやすいからか、オフィス街の中でもすぐに彼女を見つけることができた。みんなの目線をたどっていけば部長に行き着く。大沢部長。振り返った彼女は
俺を見て大きな目をさらに見開いた。吉永君、どうして？あの、この見積書を忘れてませんか？見積書？書類はすべて柴崎君が作成して用意してくれているはずだけど。作成？柴崎は書類の作成には関わっていないはずですけど、俺がすべてやってきているので。どういうこと？とりあえずこれは部長のデスクにあった見積書の一部です。今回の取引は他社との見積例も何枚か比較として入れてあるので抜けてしまったのかもしれません。俺が届けた書類もうちのライバル会社である三洋食品の見積書だった。部長は何かを考えるように俺から封筒を受け取ると中身を確認した。ありがとう。確かにこの書類が抜けたままで商談を進めるのは厳しかったわ。あなたの話だと今までも書類の作成をしていたみたいだけど。はい、部長の取引先に関しては俺が書類やデータをまとめていました。一応担当者として名前も残していたと思うんですけど、その報告は柴崎がしてくれることに甘えていまして、怠っていて申し訳ありませんでした。そう、いいの。あなたはあの頃から何にも変わっていなかったんだから。あの頃、吉永君が届けてくれたんだもの。まずは商談を成功させてくるわね。部長は俺を見てにっこりと微笑んだ。途端に俺の心臓は大きくなり始める。久しぶりに見る俺が忘れることのできない彼女の笑顔だった。それから吉永君、仕事が終わった後少し話せるかしら？え、あ、はい、もちろんです。よかった、大事な話なの。どうしてもあなたに伝えなくちゃいけなくて。俺を見る彼女の表情は昔に戻ったように優しかった。それまでの冷たい態度などなかったかのように感じてしまう。もしかして嫌われていると感じていたのは俺の勘違いだったんだろうか。そんな風に気持ちが浮上した時だった。危ない！誰かの叫び声と車のブレーキがかかる音が聞こえた。俺は何かを考える前にとっさに部長を突き飛ばす。そしてそこで俺の意識は途絶えた。気がつくと俺は部長と向き合っていた。ここがどこなのかもなぜ部長と向き合っているのかもわからないのに全く気にならなかった。部長の一挙一動に釘付けだったからだ。彼女は頬を赤く染めて俺を熱い眼差しで見つめていた。大きな目を潤ませた彼女は弱々しく見えて守りたい気持ちが強くなる。ただ部長に近づきたいのになぜか足が動かない。手を伸ばせば届きそうな距離にいるのに手を伸ばすことさえできなかった。吉永くん、ごめんね。彼女の潤んだ瞳は瞬く間に雫がたまり頬を伝って流れ始める。どうにかしてその涙を拭ってやりたいのにできない自分がもどかしくて仕方がなかった。私は許してもらう権利も謝る権利だってないのに本当にごめんなさい。でもせめて聞いてほしいの。部長、あなたにひどい態度をとっているって自分でも分かってた。だってそうしようって自分で決めたんだから。本当はもっとあなたと話をしたかったし一緒に仕事だってしたかったのに。どういうことですか？吉永くんが異動で営業部に来た時正直大丈夫かなって不安になったのよ。だって挨拶も緊張しているようだったし、とてもじゃないけど営業ができるようには見えなかったから。すみません、お恥ずかしい限りです。でも営業部だからって仕事は一つじゃないことにあなたのおかげで気づけたの。吉永くんがアシストとして事務処理に入ってくれたおかげで営業部の成績は向上したのよ。だからかしら、
あなたが一生懸命に仕事をしている姿を自然と目で追うようになった。え？その時、他の社員たちがあなたの噂をしているのを聞いてしまったの。吉永君の有能さは部長に贔屓されているからだって。私があなたを特別に見ていたのは、もっと私的な気持ちだったのにね。そんなことが。だから、必要以上に近づくことはやめて、関わることもやめたの。でも、もう我慢の限界。だって私は、最初からどうしようもなくあなたに惹かれていたから。もしも、こんなしがらみがなかったら。部長の独白を聞いて、俺はすぐにでも彼女を抱きしめたかった。あと少しの距離が、これほどもどかしく感じるなんて。悔しさから、たまらず俺はぎゅっと目をつぶる。本当は結婚したかったの。それくらいあなたが好きよ、吉永くん。え？そして、部長の言葉の衝撃に、俺は目を見開いた。目の前に映ったのは、上から俺を見ている泣きそうな彼女の顔。ツーンとしたアルコールの独特な香りと、ピッピッピッというモニターの単調な音も聞こえてきて、ぼんやりとここが病院だということが理解できた。吉永くん？驚いた部長に声をかけようと思うのだが、うまく発することができずに、息だけがヒューヒューと漏れる。よかった。本当によかった。待ってて、先生を呼んでくるから。部長はすぐにナースコールを押して、廊下でも大声で先生を呼んでいる。仕事では冷静沈着なイメージがあるのに、その様子が俺には可愛く映った。先生からの診察を受ける頃には、俺の意識はすでにはっきりとしていた。どうやら俺は交通事故に遭って手術室に入り、意識が規定日を過ぎても戻ってこなかったようだ。事故からはすでに1週間が経っていた。部長は目の前で部下が事故に遭ったこともあり、責任を感じて毎日見舞いに来ていたようだ。有給を使って丸一日いた日が何日もあったらしい。退院までは2ヶ月かかると言われてからも、彼女は変わることなく毎日顔を見せに来てくれた。俺は意識が戻る前のあの不思議な体験を部長に話したかったが、死の淵に立った自分が見せた願望なんじゃないかと思って言い出せずに日々が過ぎていた。そしてついに入院最終日が来てしまったのだ。病室というどこかプライベートな空間は部長と俺の距離を近くさせた。仕事の話がメインではあったが、彼女が冷たい態度を取ることもなかった。だから仕事に戻ればまた以前のような関係に戻ってしまうことが俺には怖かったのだ。部長、この2ヶ月間は本当にお世話になりました。いいのよ、だってあなたは私の命の恩人だもの。話をしたでしょ、吉永くんが私を突き飛ばしていなかったら本当に入院することになったのは私だったのよ。部長じゃなくて本当に良かったですよ。部長は驚いた顔をすると、大きなため息をついて顔を手で覆った。そういうとこ、そういうとこなのよ。部長？吉永くん。はい。今から大切な話をするわ。はい。部長が急に真剣な顔になったため、思わず身構えてしまう。入院している間は本庄市ではなかったから言うことをためらっていたのだけど、あの時の彼女の顔がダブって、もしかしたらと俺は期待をしていた。吉永くん、あなたが書類作成を請け負っていた取引先を教えてちょうだい。仕事の話かとショックを受けたのは仕方ないだろう。事故に遭う前、あなたが三菱商事の書類をまとめていたと言っていたわね。でも書類の作成者として記載されていたのは
吉永くんの名前じゃなかった。そんな、俺は自分の名前を書いたはずなんですけど。作成者の名前は柴崎になっているの。柴崎が？三菱商事だけじゃないわ。あなたが営業に入って数ヶ月経ってから私のところに送られてくる書類の作成者は全て柴崎になっているの。全て？俺が異動になってから部長の補佐書類の作成担当を外れたことはありません。やっぱり。あの、私は柴崎くんからあなたが私の補佐を外れたいと言っているって聞いてたのよ。な、絶対そんなことありえません。その、私のあなたに対する態度にも問題があったから仕方ないと承諾していたの。それからは柴崎くんが書類を作成するようになって報告に来ていたわ。でも本当は吉永くんが作成していたのね。柴崎が。書類の出来がいいから柴崎くんには昇進の話も出ていたの。ただあなたが入院してから精神的に不安定になったとかで書類作成も進まなくなっていて、これでからくりが解けたわ。同僚の柴崎は異動になってから何かとフォローしてくれるいいやつだと思っていたのに、まさか仕事を横取りしていたなんて。安心して、こっちで相応の処分は与えるから。待ってください。その前に俺に柴崎と話をさせてもらえませんか。でも。どうして柴崎がそんなことをしたのか、きちんと理由を聞きたいんです。わかった。吉永くんが出社して彼と話をするまで処分は待つことにします。すみません、ありがとうございます。謝るのはこっちだわ。あなたを特別に思うあまりこんなことにも気づかないなんて。え、部長？あ、部長の顔はみるみるうちに赤くなり、目元が潤んでいる。俺がずっと抱きしめたいと思っていた彼女の表情だ。触れたいと思っていたのに触れられなかった頬にそっと手を添える。今度は触れることができた。吉永くん？潤んだ瞳で俺を見つめてきた部長を俺はたまらず引き寄せる。ベッドの上だからしっかりと抱きしめることはできなかったが、彼女のいい香りが鼻をくすぐった。あの、変なことを言ってると思って構わないんですけど、俺、事故に遭って意識が戻る前、部長の声を聞いたんです。え、俺のこと、移動した時からずっと気になってたって。冷たい態度を取るようになったのは、俺がみんなからやっかみを受けているのを聞いたからだって。本当ですか？それは。あと、俺と結婚したいって。部長の体は大げさなくらいにビクッと反応した。やっぱり、あれは彼女が本当に言ってたことなんだ。俺も、部長が好きです。最初は綺麗な人だとしか思ってなかったけど、一緒に働くようになって、部長の補佐をすることに喜びを感じるようになったんです。もっと部長の役に立ちたい、助けてあげたいって。吉永くん。仕事で尊敬してるからだって思ってたけど、違うみたいです。仕事だけじゃなくて、人生を通して部長を補佐させてくれませんか？それって。結婚を前提にお付き合いしてください。部長は返事をする代わりに大粒の涙を流した。そして俺は、やっとその涙を拭うことができた。無事に会社に復帰した俺はすぐに柴崎と向き合うことに。気のいい同僚だと思っていた彼の変わり具合に驚いたが、今までの俺だったら手柄を横取りされたくらい気にしていなかったかもしれない。でも俺はもう守るべきものができていた。なんだ、やっと気づいたのか。昇進のために俺を騙していたのか。それもあるけど、単にお前の存在が気に食わなかったんだよ。有能な社員で美人な上司にも目をかけられている。
そんな奴が同僚にいてイラつかないわけないだろ。営業部に俺が部長に贔屓されているって噂を広めたのもお前か。なったらなんだよ。これからもその噂流してくれて構わないよ。は？俺と部長は特別な関係なのは本当だから。どういう？恋人なんだ。結婚も考えてる。嘘だろ。贔屓されてるって噂されても構わない。俺も彼女も仕事に誠実なのは事実だから、結果で噂が消えるのも時間の問題だ。俺のことを気にかけるより自分のことを柴崎は気にするべきかもな。今度からは俺は自分で部長に書類作成の報告をしに行くから、記名を変えることはできないぞ。うるさい。顔を青くした柴崎は俺の前から去っていった。あれから1年、俺とキミカは名物の社内カップルから名物夫婦として有名になった。柴崎が言っていたように贔屓されているとやっかみも少なくなかったが、仕事で結果を出せば周りは納得せざるを得ない。柴崎の妨害で俺は営業も書類作成もできない窓際社員だと思われていたため、周りは相当驚いたみたいだ。問題の柴崎は俺の仕事を横取りしていたツケが回ってきたのか、仕事でミスを連発。自分で仕事をしていなかったのだから当たり前かもしれない。営業部での肩身はどんどんと狭くなり、他部署に回される可能性があるとキミカが言っていた。キミカとの結婚生活は順調そのものだ。お腹を大きくしたキミカがフロアで動き回るのを心配しているが、彼女は8ヶ月まで働くと言って聞かない。だって雄大のフォローがあるんだから大丈夫でしょ。それに妊婦が離乳食の営業をした方が効果的なのよ。キミカはそう言って甘えた声を出す。子供が生まれても、おじいちゃんおばあちゃんになっても、俺はキミカには一生かなわないのだろう。俺は腕の中にいる彼女の頭を撫でながら幸せなため息をついた。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。